はい、すいません。遅くなりました。遅くなりました。いただきます。はい、いただきます。メインの味噌汁ね。はい、うまい。はい。うん、じいちゃん。はい。お味はどうですか。うまい。うまい。うん。こんなしょっぱくない。しょっぱくないよ、そりゃ、うん、うまいよ。よかった。そのソーセージどう？コーヒーか？ソーセージ。うん、うまいよ。それね、結構有名なやつなんだよ。ちょっとだけお高いの、それ。全部食える？うん、全部食える？うん。これはね、なんかのぶたっていうね、のぶた、うん、長野県で有名な豚なんだよ、うん、新潟か、長野か、長野だったけど、今日午前の東京株式市場、日経平均株価はアメリカの株価下落が響き、3万2000円を割り込む場面もありましたが、その後は割安になった銘柄を買い戻す動きが出ました。午前の終値と円相場の現在の値はご覧のようです。みんな、もうちょいそっち行ってくれや。大地震の発生から6日で半年になりますが、被災者は暑さの中、はい、大地震では5万6000人以上が亡くなり、都市部の被災者はコンテナ村などで生活をしていますが、都内では未だに多くの人がコンテナで生活しています。テントを見させていただきました。かなり蒸し暑いことが起きています。そして温度計を貸していただきましたけど、 43.3 度を指しています。
扇風機もさ、涼しいところで回したら全然いいだろ、扇風機。でもこの暑いところで扇風機回してもさ、熱風が来るだけだからさ、大変だよな。ベーカリー、ゴディバベーカリー。今ゴディバベーカリー、ゴディバ本店がオープンしました。店頭のお客様。なんだベーカリー。パン屋だべ。ん？パン屋。パン屋。うわうまそう。じいちゃん絶対好きじゃんこれ。日本で進化を遂げた菓子パンとゴディバの技術の組み合わせをすげえ。昨日の10時から仕事がそのまま並んでおります。なんでそんなわけがなすんだよ。ゴディバのマーケットシェアは日本が世界1位で、うーん、でも消費を底上げしたい考えです。昨日の衝撃デビュー、今日は800メートルの登場です。ローカルの花できてな。うん？花。花？うん。うまく作った。何？何の話？テレビのお花？汁を締めないといけない爺さん、もう朝起きて飯作るのきついか？ん？朝起きてご飯作るのきついか？きつくないよ。だって今日も昨日も朝ご飯作ってねえべ。今日は作ってないな。今日は作ってない。なあ。
心配だよ。ではお天気です。今日も猛烈な暑さで現在の気温ですけれども、埼玉の森と石ヶ谷地下の中で30度に達しています。ではここまずは北海道です。ゆとり傘マークです。この後は関東地方でゲリラ雷雨に注意です。南関東です。日差しは強烈ですが、山沿いはにわか雨や雷雨の可能性があります。こういうところも明日にしちゃダメなんだよ。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。ちょっと待って、そして気温ですが、ちょっと床屋さん行ってくるよ。はい、床屋さんに聞いてくる、やってるか。週間予報です。来週は曇りや雨で、西日によっては雨や風が強まる可能性があります。海は波が高くなるので、注意が必要です。以上でした。ではラストニュース。インターハイの陸上女子 3500m で高校1年生の歴代最高記録を出したブルンディ・シリ選手、今日は 800m に出場します。昨日行われた女子 1500m 決勝、1月の全国都道府県の駅伝で17人抜きを達成し、大きな話題となったブルーリー選手が、初出場のインターハイでも力のこもった走りを見せました。田中希実選手の持っていた高校1年生の歴代最高記録を塗り替える4分15秒50をマーク、3位に入る表彰台で笑顔を見せました。まあ、今まで練習してきた成果を、まあ、しっかりと発揮できた、2種目目となる女子 800m ですが、今日予選と準決勝が行われ、決勝は明日行われます。それではまた来週、失礼します。
ってるぞよ。12時半に予約したから。12時半に予約した。ありがとう。うん。これ飲んでくれ。はい。後で。まあ冷やしとくか。じゃあ卵は食べなきゃダメよ。元気出るから、はい、卵。元気なんだ。卵買いすぎだな。ちょっとやっちゃう。いいよ。そうそう、うん、白身いいよ。君も食べてくれよ、うん、結構食ってるよ。結構食ってるな。でもな、おお、食ってるね。いいね。食べててナイスです。ナイス食べっぷり。あら、すごちっちゃん、日大アメフトのニュース見た？日大アメフトのニュース見た？日大のアメフト部の寮に乾燥タイマーがあったのって。聞こえた今？乾燥タイマー。
乾燥大麻？大麻よ、大麻、うん、薬。大学生の寮にあったんだって。あ、すごいよな、アメフト部よ。煙吸うのか、どうやって吸うの、俺もやったことないからわかんないけど、煙だろうな、タバコみたいに吸うのかな、乾燥してるとか。それをさ、大学の部室でやるんだぜ、バカすぎるよ。夏のトマトはどうですか？甘みないね、冬になるよな。厳しい。あなたは手厳しいな、本当に。正直もでいいこと。どうごすさん、はい、いいですよ、やめてください、片付けますね、僕が。あなた今足が調子悪いんだからやめなさい、いい、いいって。ゆっくりして、まだじいちゃんで、足見て、足をこう、よいしょよいしょ、そうそうそう、それをやって、僕のおじいちゃんは99歳、毎日がサプライズです、全国書店で、販売されますので、ぜひご購入ください。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。